12月12日今日はニューサンピア埼玉大瀬忘年ライドで素敵なランチを食べに行きます。イチョウの綺麗な通り安静の神社です。必勝合格祈願。ねえ綺麗だね。落合橋の近くの福田、去年はやらなかったんですよ。暗くなるのが楽しみです。近所の方のお話では今年は音楽も流れてるそうです。師走の入間川、ほっぺ川です。本田航空の向こうに富士山が見えてます。こんなに風がない冬珍しいです。まさしく自転車日和。いつものようにほっぺ川水管橋をくぐっていきます。今日は明覚の駅をかすめて、岡パンもかすめて、ニューサンピア埼玉越生行きます。お、前から自転車軍団来たぞ。やる気の人たちです。木の葉の絨毯です。滑らないようにしなくちゃな。ちょっと怖いぞ。倉掛清流の里、バーベキュー楽しんでるグループが2組かな。来てますね。今日は穏やかでいいんじゃないかな。そんな気がします。のどかなアウトドアエリアです。風がなくて本当に清流です。お日様背にして楽しそうだな。ここを曲がって線路に沿って進むぞ。来るかな。うんね、本数少ないからちょっとでも近道したいのぼです。右へ行きます。県道30号飯能寄居線です。あ、看板が出てきた。ここを左坂を登れば今日のお昼地です。ランチランチ。師走メニューっていうのがあるんだそうです。歯がノックになりそうです。お腹が空いて体が軽いぞ。坂道なんて怖くないぞっていうのぼです。ふーさんも頑張ってます。お腹空いたね。この山の向こうがニューサンピア埼玉越生です。緩やかな登りでした。お腹空いたね。うんって言ってる。ここならさすがに自転車も安心だと思います。師走の彩り御膳これです。まさかの満席。大変です。満席です。朝から大盛況だそうです。お食事来るのが楽しみです。今日のお料理来ました。こんなです。師走の彩り御膳、食前が柚子ジュース、イイダコ茹で耳出し、読めない針生姜、小鉢があってお作りあって、神鍋あって読めない、おつまみがあって揚げ物があって焼き物もあって蒸し物があってお食事、汁は肉汁武蔵野うどんだって。二段重ねだそうです。次の段はこちらです。食べてみよう。うん、食べてみて食べてみて。この辺が食前酒だよ。どれどれ。これがね、これ自家製の蜂蜜ジュース。蜂蜜ジュースだ。すごいすごい。すごい。
これは価値ありだよな、すごいすごいです。おいしい、これおいしい、うん、ご飯です、揚げ物です、お作りです。茶碗蒸しはとろみもついてる茶碗蒸し、おいしそう。出てくるのが早いよね。出てくるのが早い。デザートもおされです。ふうさんうどんから食べるそうです。大満足の忘年会で間になりました。そうだね、うん、そうだね、すごいすごい。うどん食べてみる、冷めちゃう、伸びちゃうよ、だって伸びちゃう、先に食べた方がいい、食べてみて。武蔵野うどんです。うどんが本当に美味しい、うどんが美味しい、うん、美味しそうです。うん、果汁感があって美味しい、ね、いろんなものがちまちま乗ってる、すごいよこれ。なんだろう、改めて神鍋とお料理です。美味しいよ、ここ圧倒的な品数。お正月も来たいね。1月はいつなんだろうね。唐揚げも切ってくれてます。うまいで、紙鍋も素敵だね、うん、うん、挑戦してみよう。いい年の暮れになったね、うん、来てよかった。ちょっと辛い感じ、うん、そうね、ちょっと自転車で来ないと美味しさが分かんないね、うん、美味しい。ふうさんとどこでした。締めは抹茶尽くしデザートです。美味しそうです、美味しいです。おごせ、いいライドになりました。15度、うん、北風が、ね、うん、風も1メートルって感じ、うん、今日は風もほとんどなくてあったか穏やか、気温は低いですよ。でもね、まあまあだね、そうだね、15度あればよかったかな。いい時に来たみたいです。穏やかな気分で川越に帰ります。隣接するゴルフ場、なかなか自然が綺麗です。後から追いつくよ。川越まで2時間ぐらいかな。12月12日日曜日2時半の学校橋です。まだ管理のおじさんいます。にぎわってます、みんな楽しそうです。当分まだいそうかな、皆さん。今日も楽しく楽しみました。美味しかったな、豪華なランチでした。おまけその2、今朝ふうさんが見つけた12月のひまわりです。師走のひまわり、今日は穏やか綺麗だな。4時29分無事帰宅。今日の走行距離は 77.01 キロでした。楽しかったな。